E プラスのホームページをご覧の皆様、最終少女ひかさです。最終少女ひかさは最後の芸術を発売しました。ミニアルバムです。7曲入りの。それに伴いライブも決まっております。5月14日から全国ツアーが始まります。でその全国ツアー初日、5月14日、うん、梅田シャングリラでワンマンライブとなっております。ムムムですね。はい、ライブへの意気込みなどを岩野くん。見るからに頑張ります。はい、お客、関西のお客さんのイメージとかありますか、山田くん。アッパーなイメージですね。ね、アッパーなイメージです。なんでしょうねえ、どうですか、ラムネスさん。なんもないです。え、なんか、暗え、な、もイメージですか。いや、なんかありますか。なんもないです。なんもないですか、わかりました。ということで、なんもない我々、丸腰で、参りますんで、ぜひ、はい、来てください。待ってます。待ってます。じゃあ、最終少女ひかさでした。ショップ。